なっちゃんです。なうちです。せーの。NNコンビです。NNコンビ。はい。だってこれは謎解き探検隊がスタートだから。そう。謎解き探検隊で今日はグルメ車検の焼肉車検。これ満席ですからね、ここ。ほら。満車。これ。これ。まあ、金曜日っていうのもありますけどね、あるけどなかなか なかね雰囲気もすごく良くないこれ、これほらまたね、ちょっとね、さっきチラッと入ったんだよ、いい感じだった、ね、面白いよね、なんかいい感じだった、はい、いいとこ取り、はい、始まるよー、グルメ車検、今日焼肉車検に来ました、はい、地域応援いいとこ取り、焼肉車検の先が まずここ。そう、ここ。じゃん。他にあんのかな、今日聞かないとね。焼肉車検で他に。ああ、そうね。そうですよね、うん。営業中。夜しかやってないんだっけ。いや、わかんない。違う。わかんないよ。まだちょっとこれから聞いてみましょうね。まあ、ちなみにここは知ってました、お二人とも、和也さん。知ってた、知らない。この雰囲気もね、とてもいいんですよ。ね、気持ちいい。なかなかね、この。ねえ、味出してますね。ねこれいいですよね。いい。中で待ってる。中に行きましょうか。はい、そうだね。まあ、ちょっと、ね、中行ってみましょう。行ってみよう。はい、こんばんは。ほら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 。ほら。ほら。これ民家じゃない。すごいよね。これほら。すごくない？席。テイシさん、テイシさんです。全然違います。グルメ車検のあれで来ました。そこら辺中に看板のある。あ、そうです。あれの、そう、それの、謎解き、はい、謎解き。なるほど。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、お邪魔します。はい、お邪魔します。あら、ごめんなさい。どっちかな、そこ。いやー、これはいいじゃん。いい感じじゃない。いや、いいですよ、いいですよ。後ろの、ね、後ろの、ほら、すごい。独占。カルビもあるよね。あったんだね。だよね。ですよ。いいですよ。見ちゃう。見ちゃうんでしょ。はい、ちょっと逆パターンで今日は逆にうちらがお迎えしてたそういう時もいいですね。いいですね。はい、ちなみに、はい、焼肉車検さんはここだけなんですかね。そうです。ここだけ。そこですね。すごい雰囲気。いい感じ。大衆酒場みたいな。ここ最高。直ちも初めてだった。知らなかったですけど、すごい雰囲気。なんか玄関入ってくる感じからして普通はないとこね。そう、面白い。昔はお昼もやってたんですよ。前、あのもう亡くなっちゃった時におばあちゃん、おばあちゃんとおじいちゃんがいて、その時は、あの人がいっぱいいたので、お昼もやったんですよ。でももう亡くなって、あの自分の世代の方になって、夜だから。夜のみ。これでも本当雰囲気がすごくいいんですよ。こういうとこあるんだなと思って大衆焼き、でもこういうのがいいですよね。いいね。肉の質もでもいいんだよ。あ、やっぱだから人も、ですよね。だってこの人のね、あのやっぱ美味しいのが伝わってきますよね。じゃあ入れば4つでいいです。いいぐらい。はい、1つクッパです。1つクッパです。はい、あと生チュー、生チュー3つ。いやー、いやー、楽しみですよ、これ楽しみだね。ヒールとウーロン茶でーす。お願いします。久しぶりですか。久しぶりなんですよ。はい、じゃあグルメ車検、お疲れ様です。グルメ車検、焼肉車検、これさ、ただの飲み会になってない謎解き、これ飲み会に、そう、謎解きですからね。どうですかこれ、美味しいんじゃないですか。楽しい。やっぱりいいとこ取りもこれ楽しみがね、食ね、食を通してね、食の応援ですからね。サラダ失礼します。謎解きで、はい、美味しい。今日はトクトクセット頼みました、ね、全部、あ、これは違うけどね、うん、トクトクセット、うまい、うまい、ね、うまい
3月って一番忙しいじゃないですか。みんな忙しいでしょ。忙しい。本当にもう。なんだかんだで。まして月末じゃない。そう。もう今日明日明後日なんてさ、もううちなんかもピークだもん。俺もこの前もう疲れ切って12時までやってて、でもうこういうしながら家着いたのね。そしてもうそこで終わっちゃった。家入る前に。もう車止めた瞬間やっと着いたと思って、ひゅって寝て1時間ぐらい寝ちゃって起きたら1時になる。あれ俺家に着いて寝ちゃったのかな。あ、どうです。おすごい。ありがとうございます。4人分だよ。キューピちゃん。おいしそう。クッパだってこれ。はい、クッパ。いいね、温まるな。いいね、いいね。これすごい。なんかさ、もっとどんぶりできたってびっくりしちゃった。はい、すごいよ、これ。これすごいよ。クッパってそんなどんぶりできたっけ。いや、もうちょっとちっちゃいよね、他のところってね。じゃあさ、行ってみます。はい。うん、ちょっと焼きすぎない。本当にグルメ車検になっちゃいますね。本当にグルメ車検だ。グルメツアーだよね。グルメツアー。グルメツアー。グルメ車検。那須塩原市のグルメツアー。うん。これはね、いやもういっぱい人来るのがわかりますね。幸せオーラが、オーラじゃない、ホルモンっていうのでしょ。とてもいいです。胃に優しいじゃない、これ胃に優しい。ちょっと焼いて、つけて食べたら。さすがこのグルメ車検の先にはね、そうですよ、ハッピーが待ってる。ハッピーが待ってる。いつもハッピーが待ってるって。ビール行きますよ、お前。もう、今日3月最後ですから。要は年度末で、もう年度末で、お疲れ様です。そう、年度末飲み納め。皆さん、体調に。おいしい。おいしい。おいしい。なっちゃん、これ食べてみて。食べちゃった。みんな、美味しくてね。美味しくてね。美味しくて、私、追加。ラーメン追加しました。締めの追加、ね、じゃあね、ちょっとほろよいとこですけど、改めてこのグルメ車検とは、グルメ車検とは勉強したんだよ。あ、勉強した。グルメ車検とは、嘘。ちょっと大平田さん、美味しいものを食べる。え、違う違う。それは今ね、それは今だけ。これはこちらの取材です。自分だみたいな。それは今。じゃあどういう、ね、応援ですよ。そこ食べて応援するっていうのがグルメ車検なんですよね。地域活性化、地域活性化のため、そして地域活性化につながってるっていうとこです。補足で。補足。グルメ車検とは、なんかお任せオートさんで車検をねしてくれた方にクーポンがねいただけるの。それでこういうね、この那須地域のお店、加盟してるお店に食べに来れると。地域活性になるんです。それ大丈夫ですか。そうですね、合ってます。合ってます。合ってます。ぐるぐる回るからグルメじゃないですか。ですよね、私も。これは最後にあのまたいいお話だったんで、最後にぐるぐる回ってちょっとぴったりついてた。そうね、ついたけど
ね、地域活性化。そのクーポンの500円引きとかっていうのも、ね、お店じゃなくて、なんかおまかせさんが持つというね。そう、はい、回収して蓋しますね、はい、そう本当にね、コロナ禍の時のね、そう地域ね、その商品が多いお店なんかだと月 4,5 万ぐらいは換金するんですよ。え、月ですか？月 4,5 万って言ったら月100万円ぐらい使われてる。だって500円だから2つなんですよ。加盟しないと、加盟しないと、車いっぱい買わないと、車車検じゃなくて何車検。じゃあ一応あれ来月つか次回はどちらの？次回はですね、そうですね、できれば焼き鳥車検行きたいなと思うんですけども、もしかすると変更になって、うん、はい、違う車検になるかもしれませんね。だってまだまだあるわけですから、ね。まだまだあるんだよ。2、ね、2週3週分ぐらいありますからね。そう、何週も行ける、何週も行けます。2年3年も5年も本当は看板立てないだけで、例えばスペイン車検とかなんかいっぱいあるんですよ。ただまだ看板がちょっとまだ間に合わない、間に合わない時はもうスペイン料理だったらスペイン車検ですみたいな感じでやるんですね。ちょっと 裏事情ですね。裏車検、裏車検じゃない、そうだね、裏寿司車検ということで、グルメ車検はね、はい、まだまだ続くということで、ま、ね、本当はオーナーさんとかね、話しに行ればよかったんでしょうけど、なかなか忙しい、はい、そうですね、今日は ね、もう大繁盛、大繁盛ですよ、はい、はい、じゃまだまだグルメ車検は続くということで、はい、じゃこれから食事をまだまだ続くわけですね、はい、はい、じゃどうも、はい、今日も一日ありがとうございます。またグルメ車検地域さんも応援でまーす。じゃ調子に番外編、すごい、あらすごい食べると思われます。いや大丈夫大丈夫、あ、なっちゃんは、はい、なっちゃんは食べてなっちゃんだから、そうかのラーメンです。なんかね、もうフーフーしてる時点で麺があの